今日のなるほどハテナはこちら、ペットボトルってなんでいろんな形があるのです。皆さんはこのボトルの形って気にしたことありますか？なんか昔より種類増えてます。そういう気がします。いろんな形があるんだなっていう認識が、バリエーションありますよね、はい、本当にいろんな形があるんですけれども、全国清涼飲料連合会によりますと、これはですね、ある法則に従って入れる飲み物によって使い分けているということなんです。しっかり法則がある。そう、つまりこの法則を知れば、はい、ペットボトルを見ただけでどんな飲み物が入っているのか分かるということなんですよ。そこで今回はこれから皆さんの前に空のペットボトルを用意しますので、それを見てどんな飲み物が入っていたかっていうのを、炭酸飲料、温かいお茶、ミネラルウォーターの3つから予想して答えてもらいます。はい、では早速いきます。はい、第1問はこちら、はい、このペットボトル、どんな飲み物が入っていたでしょうか。それではどうしようかな、田原さん。はい、これはあったかい飲み物ですね。そう、その通りです。温かいお茶が入っていました、こちらのペットボトルです。はい、温かいお茶ということで耐熱用のペットボトルなんですよね。でこれが大きな特徴、ここ飲み口でして白いですよね。これは飲み口を耐熱性にするために熱処理をしたので、透明から白く変化しているんです。他のって透明なんですよ。透明か。そう。でさらに側面見てみますと四角くへこんでいますよね。これはですね、温かい飲み物が冷めた時にボトルがベコッとへこまないように工夫されているということなんです。確かにこれ今持ってみるとちょっと硬いですね。硬いですか。はい。で多くのホットドリンクはこのようにね、白い飲み口のものが多いということなんです。さらにですね、この耐熱用のペットボトルなんですが、温かい飲み物だけではない、野菜ジュースにも使われているんですが、これなんででしょうか。耐熱？わかんない。じゃあ自信なさそうな木の伊沢さん。暖かくなっちゃう時もあるから残念、暖かくなっちゃわないようにしてほしいんですが、正解こちらです。はい、野菜ジュースは熱で殺菌して冷やしてから出荷するので、耐熱用のペットボトルでないと変形してしまう恐れがあるためということなんです。これちょっと難問でしたね。一度殺菌してるんですね。そう、そういうことなんです。はい、では第2問いきます。はい、こちらのペットボトルはどんな飲み物が入っていたでしょうか。これね、皆さんも見たことあると思います。はい、じゃあどうしようかな、森山さん。これちょっと炭酸水。その通り。お、こちらのペットボトルは、はい、炭酸飲料などが入っていました。まあ、耐圧用なんですけれども、最大の特徴が、そう、その通り、底の部分でして、お花の形のような足がついているんですよね。でさらにこの筒の部分、四角ではなく絶対に丸型ということで、これは炭酸ガスなど内側からの力に両方とも強いということなんです。でさらにですね、この仕様にプラスして飲み口が白くなっているものもあります。これはですね、熱にも圧力にも強いわけなんですけれども、熱殺菌が必要な果汁入りの炭酸飲料などに使われるということなんです。はい、ということで最後まで残ったのがミネラルウォーターです。はい、ミネラルウォーター、こちら、はい、このようなね、ペットボトルに入っているんですけれども、まあ、あの炭酸や熱に対応する必要もないので薄く柔らかいんですよね。そのためあのプラスチック材料を削減することができます。エコですね。でさらにですね、強度を保つために側面はへこんでいるものが多いということなんです。確かに潰しやすい。あ、確かに捨てる時とかもいいですね。ね、便利ですよね。なんかぐるっと潰せるものもありますよね。いろいろ工夫されているペットボトルでした。